はい、おはようございます。ちーチャンネルのちーです。よろしくお願いします。今日は昨日大雨で車で送ってもらって、大ママさんと一緒に車で送ってもらって、それで今日は昼間晴れてるから、とりあえずチャランコ取りに来ようと思って急遽に寄りました。はい、まあとりあえずね、ちゃんごとに来たんだけど、今日も大雨らしいね、夕方。ちょっと天気崩れるのが怪しいね。でちゃんごを持って帰らなきゃいけないと、そういうことなんですよね。ただ大変だな、それも。そういうことでね、やっていきたいと思ってますけど、ただね、俺は、自分で思ってんのは、みんなが仲良くなってほしい、それなんですよね。みんなが仲良くなってほしい、それが一番ですよ。タイソンもそうだし、あとネトリとかもそうだし、あと小山慶吾もそうだし、あとノベーションもそうだし、みんながなんか、まあ俺もそうだし、みんなが仲良くなってほしいんですけど、そうもいかないですよね。みんな仲良くしたいですけどね、ちょっとうまくいかないですよね。まあそれはまあタイソンも言ってたんで、それ、なんかいかないねって、ということは、なんちゅうの、まあ今後ないと思うんで、それは、単独になっちゃうと思うんで、まあしょうがないですよね。あとは話題といえば、ちょっとね、今自分にある課題として、自分の課題として禁酒作戦と、とりあえず体を鍛えることで、とりあえずあとは痩せること、あとは3つ、とりあえず3つをやらないといけないんですね。そこからが俺のスタートだと思ってるんで、やっていきたいなと思ってますけどね。あとは難しいことはないと思いますけど、まあいろいろと、ちょっとやっていきたいなと思ってるんですけど、であとね、あれがあるんですよ。来週にみこしがあるんですよ。みこしが、それに参加したいんですよね、自分。そうですね、なんとか会とは言えないですけど、あるんですよ。そこにちょっと遊びに行かせてもらって担ごうと思ってるんですよね、みこしを。まあ多分相当でかい祭りなんで、石畳祭りですね、相当でかい祭りだと思うんで、皆さんちょっと興味がある方は足を運んで来てください。面白いと思うんで、そうですね、おみこしですね。自分もみこしは好きなんで、ちょっとみんなでやりたいですね。みんなに来てもらってやりたいと思います。
内藤裕太が来られればいいですけどね。愛想残しやってるって言ってましたからね。うん、これが三社祭り行ったらしいですもんね。うん、楽しいんじゃないですか三社祭り。うん、だからちょっとできればちょっとやりたいなと思ってます。うん、みんなで。そうですね。まああとはまあ新居いいとこなんで、はい、まあみんなで楽しめればいいんですけど、新居が最近入ったんですね。はい、まあいいとこっすよ。はい、いい感じですね。はい、寝やすいし、はい、いい感じです。はい、それが一個と、あとはトゥーフェイスタイソンからもらいました。ハンドサインですね。あとはいろいろやっていきたいなと思っていますけどね。今後の目標としては1万人ですね。今年中に1万人行きたいですね。なるべくだったら、はい、行くか行かないかは俺次第なんですけど、はい、1万人行きたいですね。はい、まあ、そういう感じですね。はい、というかそんな感じです。なんかもういろいろ揉めてますね、周りで。なんであの揉めんすか、俺考えられないよ。あの YouTube 会話で揉めてる人間いっぱいいるじゃないですか。あれは考えられないな、マジで。なんでそんな揉めんのって、うん、バカみてえじゃん。ね、パクられたやつもいるしね。そうね、アホですね。まあ、とりあえず俺の目標はそんな感じです。はい、今年の目標、今年の目標はそんな感じです。はい、皆さんも俺のとこついてきてください。頼みます、お願いします、ついてきてください。バックになってください、俺も。お願いします。じゃあ、では。